ねえ、どんな気持ち？殺し屋でいる気持ちよ。皆さん、レッドカーペットへの道。この番組は大江戸フィルムが厳選したアジアと世界の名画をご紹介する番組です。 MC に私ゆきかずこと、今日もアシスタントに王さんが来てくれてます。王さん、はい、頑張っていきます。見ての通り、ですね、お気づきの方もいらっしゃると思いますけれども、今年も夏になりましたので、年と当てまして、ちょっと前髪も短くしたりしてましたけれども、いつも行っている美容院さんがもう長くね、見てくださってるんで、ちょっと前髪を今回短くしましょうかって おっしゃってくれて、ちょっとチャレンジしてみました。で、出来上がった自分の姿を鏡で、美容院の鏡で見た時に、おおと思って、なんか随分こんなに変わるんだとも思ってたんですが、美容院さんに行った、2日後、なんか街で声をかけられまして、男の人に、なんだこれはナンパかと思って いや、ナンパかっていうか、いや、これはなんかの勧誘かとか、いろいろ頭の中こういろいろなったんですけど、具体的にもしお時間あったらお茶でもどうですかみたいなことを言われて、なんかものすごくテンパっちゃって、それまでの私は絶対誰も私に声をかけるなよっていうようなオーラで歩いてたのにもかかわらず、なんかちょっと前髪を短くしたら、そんなアクシデントがありました。はい、というわけで今日ご紹介するのはこちら。こちらは1991年に日本で公開されました、デニス・ホッパー監督の「ハートに火をつけて」という作品になります。簡単にあらすじをお話ししますと、芸術家のアンはマフィアの殺人現場を偶然目撃してしまったため、暗殺の対象になってしまいます。で、アンの殺害に差し向けられた殺し屋のマイロだったんですが、彼女を追ううちに次第に心を惹かれるようになって、アンもまた純粋な彼を愛するようになり、2人は逃避行の旅に出ていくというお話になります。殺し屋に恋をされたらどうしますか？殺し屋で、殺し屋ってあまり具体的にこうイメージ湧かないけれども、怖いよね、多分ね。だからこの、映画の中のアンも最初は怖いんですよ。自分の、命を取られない代わりに俺と付き合えみたいなことを言われて、最初は脅されて どっちを選ぶんだって、お前が選べみたいな、ここで死ぬのか俺と生きるのかみたいなことを言われて、まあ、死にたくないです、生きたいですって言って、まあ、マイロと一緒になるんだけれども、最初はもちろんただ怖いだけで別に愛してはないんだけど、そのマイロの人柄に惹かれて愛するようになっていく。そういう相手の人、お人柄っていうのがやっぱり大事ですよね。その人がたとえ殺し屋だろうが、なんていうの、病院の先生だろうが、政治家だろうが、その人のお人柄が やっぱり大事ですよね。ただ殺し屋に恋されたらどうするかな。完全にビビっちゃうとは思うんだけども、でも本当に、まあ、その人のお人柄っていうか、まあ、その人に情熱的に愛されて、私もその人のことを情熱的に愛しちゃったんだったら、やっぱり命はその人に預けるしかないなと思うと思います。はい。2人で逃げたこの世の果てはどんな世界ですか？はい、そうそう。で、この2人が、逃げるんですよね。要するにこうマフィアに追われるようになっちゃうから。で、まあ、マフィアですから、どこまでも追っかけてきて、警察も追っかけてきたりして、でもう本当この世の果てに行くしかないっていうような、まあ、船に乗って海を渡って、もう何もない人の少ないところに、まあ、暮らそうみたいなことになっていくわけなんですけれども、そのこの世の果てだとしてもね、愛する2人でね行くんであれば幸せなんですよ。この世の果てだろうと、どこだろうと、羊しかいなかろうが、まあ、2人の愛が永遠であればこそ、この世の果てでもどこででも楽しくね、生きていけるんじゃないかなと思います。はい。好きなシーンをやってください。はい。ねえ、どんな気持ち？殺し屋でいる気持ちよ。
でも殺す時の気持ちは？うっそ、本当に何も感じないの？はい、というわけで今日のアジア映画祭チャンネルはここまでになります。この番組ではまたどんどん楽しい作品を紹介していくので、ぜひまた見てくださいね。そして私ゆきかずこの出演情報などもこの番組内でまたお知らせしていきますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。じゃあまたお会いしましょう。では、せーの、バイバーイ。イエーイ。